SCP-1883JP。過保護。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-1883JP は SCP-1883JP1 と共にサイト81の人型実体収容施設に収容されます。SCP-1883JP1 には収容が維持可能な範囲でなら、低クリアランスエリアを自由に動き回ることが許可されています。説明。SCP-1883JP は視覚障害者誘導用ブロック、展示ブロックに酷似した外観を有する生物群の総称です。SCP-1883JP は一般的な展示ブロックと同様に黄色の外観をしていますが、これは大量に微細な黄色の体毛が存在するためです。また、SCP-1883JP は鼓動しており、心拍音が確認されていますが、SCP-1883JP の心臓を含む臓器の正確な位置や大きさは判明していません。SCP-1883JP は異常な破壊耐性を有しており、損傷させたり、サンプルを取得するといった試みは全て失敗しています。SCP-1883JP は自身の複製を瞬間的に構築し自由に増殖する、または減少することが可能です。また、通常の展示ブロックでなら、警告を意味する丸型の有機、A 状態と、誘導を意味する曲線状の有機、B 状態の2つの形態へ瞬時に変化します。SCP-1883JP は口述する SCP-1883JP1 の考えを読み取り、SCP-1883JP1 が望む方向へと地面を滑るように移動します。ただし、SCP-1883JP1 が危機的状況に陥りそうになると、SCP-1883JP は安全な場所へと向かうように移動し、SCP-1883JP1 をそこへ導きます。SCP-1883JP がどのようにして周囲の状況を感知しているのかは判明していません。SCP-1883JP が移動する際、SCP-1883JP1 以外の人間はこのことに違和感を覚えません。SCP-1883JP は階段など、現在地と目的地に高低差がある場合は目的地に転移することで移動します。SCP-1883JP が SCP-1883JP1 以外の人間に関与した例は確認されておらず、なぜ SCP-1883JP は SCP-1883JP1 にのみ固執しているのかは現在調査中です。SCP-1883JP1 は62歳女性である高橋、由美です。SCP-1883JP1 自体は非常性です。SCP-1883JP1 は幼少期に起きた自動車の衝突事故で両親、弟を亡くしており、自身も両目を完全に失明しています。原因はガラス片による損傷と家族の死による心的外傷後ストレス障害だと推測、診断されています。SCP-1883JP1 は SCP-1883JP の異常性を理解しており、SCP-1883JP に対して絶対的な信頼を置いています。そのためか、SCP-1883JP1 は SCP-1883JP から足が離れることに異常なほど恐怖し、そのような行為を強く拒みます。SCP-1883JP は2042年1月21日、京都府、町で別件で暮らす W 記憶補強薬を投与していたエージェントに発見、確保されました。収容当初は SCP-1883JP1 に異常性があると推測されており、SCP-1883JP1 を SCP-1883JP と呼称していましたが、後の調査により異常性は今の SCP-1883JP が有していることが明らかとなり、現在の呼称に変更されました。以下は SCP-1883JP1 へのインタビュー記録です。対象、SCP-1883JP1。インタビュアー、星波博士。吹き、SCP-1883JP1 が高齢でありインタビューに慣れていないことを考慮し、SCP-1883JP1 への心的負担を軽減するために SCP-1883JP1 を本来の名前である、高橋さん。と呼称しています。こんにちは高橋さん。
今日はちょっとした質問に答えてもらいたいのですが、よろしいでしょうか？こんにちは、先生。質問とはどういったものでしょうか？私に答えれるものであれば協力いたしますが。高橋さんがいつ SCP-1883-JP に出会ったのか教えてほしいのです。ああ、この子たちのことですね。わかりました。この子たちは、その、54年前、私が子供の頃、ご存知の通り事故にあったわけですが。すみません。大丈夫ですか？無理に答える必要はありません。話すのが辛いのでしたらまた日を改めて伺います。いえ、大丈夫です。あれから結構時間が経っていますが、なかなか傷は癒えないものですね。それで、私だけが生き残ってしまい、病院に運ばれました。そこで目覚めた時から、この子たちはいましたね。あの時は、最初、家族がいなくなり目も見えなくなったものですから、毎晩一人でベッドの上で丸まって、延々泣いていました。ですがある日、ベッドの下から、おい、お嬢さん、もしもし？って声がしたんです。最初はお化けだ、って思っていたのでものすごく怖くて、毛布の中で震えていたのですが、どうしてもトイレに行きたくなって、泣きながら看護師さんを呼びました。看護師さんにさっきのことを伝えると、ベッドの下を覗き込んで、何もいないよ、って言ってくれました。私は気のせいか、と思って安心してベッドから降りたのですが、また、あの声がしたんですね。驚いて叫びそうになりましたが、その、何か、が、怖くないよ、今踏んでるブツブツのやつだよ、ってまた、声をかけてきたんです。それで初めてこの声が足元の展示ブロックから発せられているんだと気づきました。それがこの子たちとの出会い、ですね。ありがとうございます。その、話しかけてきた、っていうのは、SCP-1883-JP は喋るってことでしょうか？ここに来てからは一度もそのようなことは確認されていませんが。はい、今も話しかけてくれています。なんて言えばいいんでしょうか、俗に言う、テレパシー、みたいな感じです。耳に直接聞こえてくるんじゃなくて、頭にほわ、と浮かぶような感じです。あまりうまく伝えることができないです。すみません、先生。いえいえ、話してくださりありがとうございます。SCP-1883-JP のことを周囲の人に伝えたりしましたか？はい、伝えました。ですが看護師さんや目の検査をしてくれたお医者さん、他の患者さん誰一人としてこの子たちのことがわかる人はいませんでした。みんな私がこの子たちを紹介しても困惑したように接してきたのを覚えています。この子たちはずっと私の足元にいるっていうのに。この子たちも誰にも気づかれないことに傷ついているらしくて、悲しい、って泣いていました。最初私はこの子たちのことを警戒していたのですが、誰にも気に留められない様子が、目が見えなくなってから一人ぼっちの私と重なり、親近感が湧きました。それから似た者同士、ってことでこの子たちとはすぐに仲良しになりましたね。ありがとうございます。では、その子たちの異常性。特別な力があると気づいたのはいつでしょうか？仲良くなった後、この子たちが教えてくれました。私たちが案内する場所すべて安全だよ、ついておいで、って。おかげで、今まで人にぶつかったことも、階段から転げ落ちることもありません。本当にこの子たちには感謝してもしきれないですね。この子たちがいなかったら今頃墓の中だったかもしれません。ありがとうございます。高橋さんは SCP-1883-JP を肯定的に受け入れているんですね。はい、友達。いえ、私の一部と言っても過言ではないですね。いつも一緒にいてくれて、悩みを聞いてくれて、まるで母と父のようです。
なんだか照れくさいですね。目が見えなくなったのはとても悲しかったのですが、この子たちと会えたのは嬉しかったです。私はこの子たちに救われたんです。感謝してもしきれないくらいですね。今ではこの子たちなしでの生活は考えれないです。24時間一緒に起きて、話して、行動して、寝ています。この子たちの寝息、とっても可愛いんですよ。スピー、スピー、って、まるで天使みたいなんです。この寝息も私にしか聞こえず、先生方に聞かせてあげれないのが残念ですね。SCP-1883-JP も就寝したりするんですね。はい、寝ますよ。だいたい夜の11時ぐらいには寝息が聞こえてきますね。私が移動しようと思えばすぐに起き上がって誘導してくれますけど。なるほど。これで質問は全て終わりです。お疲れ様でした。うまく答えれたかはわかりませんが、お役に立てたのならよかったです。お疲れ様でした。以下は SCP-1883-JP の実験記録です。実験記録1。実施方法。SCP-1883-JP1 を歩かせ、進行方向に壁を設けて妨害する。結果、B 状態の SCP-1883-JP が壁をなぞるように出現し、SCP-1883-JP1 を誘導した。分析。SCP-1883-JP は何らかの方法で周囲の状況を感知しているようだ。実験記録に。実施方法。SCP-1883-JP1 を歩かせ、進行方向に回避不能な壁を設ける。結果。A 状態の SCP-1883-JP が壁のすぐ手前の地面に出現し、SCP-1883-JP1 の進行を制止した。分析。SCP-1883-JP は瞬時に状態を変化することができるようだ。それは SCP-1883-JP 上に SCP-1883-JP1 がいたとしてもそうらしい。実験記録3。実施方法。SCP-1883-JP1 を様々な箇所に誘導し、SCP-1883-JP がどこまで移動可能か調査する。結果。階段や坂道など、不安定な足場だけではなく、車や飛行機の内部にも移動可能であった。分析。SCP-1883-JP1 の足が十分に置ける場所であれば SCP-1883-JP は移動可能だと考えられる。実験記録4。実施方法。SCP-1883-JP1 に2本ある道のどちらかを渡らせる。なお、どちらか一方の道は一定時間後に微細な電撃が流れる。どちらの道に電撃が流れるかは完全にランダムである。また、この実験を何度か繰り返す。結果、道中で引き返すこともあったが、最終的には全ての実験において SCP-1883-JP は安全な道へと SCP-1883-JP1 を誘導した。分析。やはり SCP-1883-JP は未来を何らかの方法で認知しているようだ。また、最初に外れの道を選ぶパターンもあることを見ると、SCP-1883-JP は直前の未来しか認知できないと推測できる。実験記録5。実施方法。SCP-1883-JP1 を SCP-1883-JP から逸らし、通常の地面へ足を置くよう指示する。結果、SCP-1883-JP1 はその場で身をかがませ動くことを強く拒んだ。SCP-1883-JP は動揺したかのように SCP-1883-JP1 の周囲を回り続けた。それでもなお SCP-1883-JP1 の移動を促し続けると SCP-1883-JP が多数増殖し、部屋の床一面を覆った。分析。SCP-1883-JP は SCP-1883-JP1 を守り、SCP-1883-JP1 が通常の地面を踏まないように行動しているように感じる。また、この実験終了後、
SCP-1883-JP1 は半日間ずっと泣き続け、職員との会話も成立しなかった。倫理的観点からこのような実験はこれ以上行わない方がいいのかもしれない。事案1。2042年4月19日、サイト81。で震度6の地震が発生しました。発生時、SCP-1883-JP1 はベッド上に腰掛けて就寝していましたが、地震の衝撃でバランスを崩して前のめりに転倒し、体がすべて SCP-1883-JP 上から外れました。起き上がった SCP-1883-JP1 はひどく混乱した様子で尻滅裂な言葉を繰り返していました。SCP-1883-JP はそれをすぐに察知し、今まで観測されていた異常の SCP-1883-JP に増殖し、SCP-1883-JP1 を中心に、箱、のような陣形を取り、SCP-1883-JP1 を隔離しました。この、箱、は18時間維持されました。18時間後、SCP-1883-JP1 は無事解放されましたが、当事案の記憶を保持していませんでした。特筆すべき点として一連の流れを目撃していた職員は、SCP-1883-JP1 は SCP-1883-JP 上から外れた際、目が見えるように振る舞っていた、と証言しています。